そして、中継こちらをご覧の皆様、勝利者インタビューです。日立アステモリバーレ勝利しました。日立アステモリバーレより14番入澤舞選手にお話を伺ってまいります。セットカウント3対0のストレートでの勝利、おめでとうございます。ありがとうございます。振り返ってみて、このストレート勝ちというのはいかがでしょう。やっぱりストレートで勝てるっていうのはすごい気持ちがいいことですし、先週良くない負け方をしていたので、これで少し勢いが続いたかなとは思います。今冷静に振り返っていらっしゃいます入澤選手ですが、それにしても入澤選手を中心としました日立アステモリバーレのブロック光ってましたね。ありがとうございます。非常に印象的なブロックもあったかと思いますが、ブロックチームでもかなりいろいろなことを共有しながら頑張られたんでしょうか。今週の試合に向けてブロック練習にも時間を割いてきていたので、それは全体でブロックポイントが出たっていうのはすごい良かった部分だと思います。入澤選手も手元の速報値では3本のブロックを決めましたね。はい。この数字はいかがですか。もっと決めたかったですか。まだまだいけそうですか。頑張ります。ファンの皆さんもね、もっともっと決めてくれと、そんな風にね期待されているような、そんな声も飛んでおりましたけれども、これで日立アステモリバーレは9勝9敗、勝率を 50% に戻しました。さあここからが本当の勝負になると思います。ファンの皆さんに、そしてこの中継をご覧の皆さんにメッセージをお送りください。本日もたくさんの応援ありがとうございました。ファイナル6進出に向けてまだまだ負けれないですし、勝数とか勝率とかも関わってくるので、明日もしっかり 3-0 で勝ち切れるように頑張っていきたいと思います。本日はありがとうございました。勝利者インタビュー、日立アステモリバーレから14番入澤舞選手にお話を伺いました。おめでとうございました。ありがとうございました。